こんにちは。今回もサロンドアルファードチャンネルにお越しいただきありがとうございます。私プレス山室です。今日は蛭川さんに一緒にいます。蛭川さん、自己紹介お願いします。皆さんこんにちは。今日は山村さんと一緒に企画、蛭川がおすすめの商品をご紹介させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はサロンドアルファードおすすめ商品の一つ、ワンワンサックドプロムナードのご紹介をしたいと思います。はい、実はこのバッグはとても思い入れがある商品なので、皆さんにご紹介できるのがとっても嬉しいです。楽しみです。こちらのワンワンサックドプロムナードは一つ一つ職人が手作りをしており、日本製でとても信頼できる商品となっております。一つ一つが手作業なんてとってもユニークな商品ですね。はい、こちらのサックドプロムナードシリーズは国際色豊かな東京広尾の町から着想を得たんですよね。さまざまな国々の人々が行き交う街をイメージして作ったバッグです。さらに素材にもこだわりがあるんですよね。はい、素材は耐久性と雨に強い特性を持った自慢のカモフラージュ柄を使用しています。こちらの素材はすべて日本製で、はい、蛭川さんは実際見てきたんですよね、作ってるところを。はい、そうです。実際に足を運んで日本の工場に見に行ってきました。製造過程もきちんと見た上で、うんうん、この品質には一切妥協してません。この可愛らしさを保ちつつデイリーに使えるバッグとなっています。素材にもこだわりがあると特別感がありますよね。はい、次にデザイン面です。まずこのフロントにあるロゴがポイントです。このサロンドアルファードというロゴとチャームポイントに犬のモチーフの骨がついてます。かわいい。ブランドのロゴが入ってると、うん、なんか本当にブランド品を持ってるって感じがしていいですよね。本当そうですね。はい、気分が上がります。また機能的にもとても優れています。見た目がコンパクトなのにたくさん入ります。底待ちがしっかりあるのでしっかり収納できます。収納力と機能性って大事ですよね。じゃあ実際に入れてみます。ポーチ、スマホ、ティッシュで、こちらの商品は嬉しいペットボトルホルダーがあります。ペットボトルもしっかり立ててしまうことができます。ワンちゃんを飼っている方にも嬉しい機能となっています。この表地はキャンバス地の上に PVC100%、 革の部分はイタリアンレーザーを使用しています。この革の色とワンちゃんの肉球部分が同じ色になっています。カラーリングもすごい可愛いですよね。はい、このカラーリングもとてもこだわったポイントで、元気になれるような可愛いカラーリングになっています。デザインのもう一つのポイントが、実はこのボタンがモチーフがクローバーを使っていて、幸せのイメージで作ってあります。あ、しかもサロンドアルファードって入ってるんですね。はい、そうなんです。実は周りにロゴが施されています。可愛い。こちらのワンワンサックドプロムナードはカラーバリエーションが4色展開になってます。こちらがカーキ×ゴールド、ネイビー×イエロー、うん、シルバー×ホットピンク、うん、ベージュ×オレンジの4色展開です。はい、またオンライン限定でこのラメがついた可愛いショルダーがつきます。ツーウェイになると便利ですよね。はい、ツーウェイになります。で、こんだけ4色っていう可愛いカラーリングなので、自分好みのカラーが見つかりそうですね。その日の気分で合わせてもいいですよね、うん、コーディネートに、うん、とても可愛いです。実際にこちらの商品、お店で買っていただいたお客様やオンラインでご購入いただいたお客様、うん、皆さんがやっぱりデザイン性の良さだと機能性をすごく評価していただいています。こちらの商品は日本製であることもすごく評価されているポイントだと思います。はい、実際にお店のお客様でワンちゃん好きのご家族だったりご友人のプレゼントとしても選ばれているそうです。今回はワンワンサックドプロムナードについて紹介してまいりました。皆さんぜひ手に取ってみてください。今回紹介した商品は概要欄にリンク貼ってあります。オンラインショップも
ぜひチェックしてみてください。これからもこちらのチャンネルでどんどん商品の方を紹介してまいりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、今日はありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。